皆さんこんにちは。こんにちは。スペース日本語講座の時間です。今日は大変粘着質であるという意味の言葉を学習します。まずは彼女に続けて発声してみてください。激しくヌルヌルしてる。はい。とても激しくヌルヌルしてる。はい、どうぞ。とても激しくすごい勢いでヌルヌルしてる。よろしいですか？とても激しくすごい勢いでちょっと嬉しいくらいヌルヌルしてる。はい、どうぞ。とても激しくすごい勢いでちょっと嬉しいくらい官能的にもういいっていう程度でヌルヌルしてる。はい、次いきます。とても激しくすごい勢いでちょっと嬉しいくらい官能的にもういいっていう程度で人として初めての領域に踏み込んだごとく。スペース日本語講座でした。チャンネル5、番組はいただくぞ。いや、やつらは宇宙海賊放送局。え？
なか決まってたぞ、うらら。いいじゃん、いいじゃん。うらら、意外とやるじゃない。おい、なんだ今のやつは。皆さん、こんばんは。プリンです。同業者か？リポート見るなら42ちゃん。負けるな、うらら。あっちの笑顔が意外に可愛いね、プリンちゃん。いいね、このワジルガイが結構素敵じゃん。お、今の見た。プリンちゃん結構可愛いよね。ほんと、ちょっとぬるいよ、ウラ。あ、コーヒー入れてくれる？あ、サンキューサンキュー。今のくぐれなんかもうキュッて感じだもんな。あ、うらら負けそうだな。しょうがないな。負けた時のセリフなんだっけ。あ、これだ。プリンに負けました。つまんないよ。ずっこけ大作戦か、お前は。
でん、あでん、くさみ、あでん、あでん、卵だが、うん、もう、大根、ちくわ、かな。なんか、いいことあったんですか？Thank you.
スペースチャンネル5。皆さんこんにちは。スペース日本語講座の時間です。今日は大変不本意であるという意味の言葉を学習します。先生をお招きしております。チャンネル5ディレクターのヒューズさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずは先生に続けて発声してみてください。おい、語尾を少し強めにして。おい、もう一度。おい、今度は少し激しく。おい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 、もう少し激しく。おい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 、一段と激しく。おい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 、ダイナマイト激しく。おい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 、おいの数に注意してもう一度。おい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